このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画はキジサビ猫の甘えん坊はホットカーペットに潜る兄弟猫と近親相関ということでですね、この子が大ちゃんって言いますよ。1歳の女の子なんですけれどもね、大ちゃんって名前が面白いなぁと思うんですけれども、お尻トントンが好きなのかなということでね、スリーってやってくれましたよね今ね。お、膝乗る？膝乗りやんこ君は。違う、でもスリーってする。尻尾はピーンってなってるんですよね。撫でられるのが好きなんやろなって気はするけれども、お腹は嫌か。おケツに酔われましたね。移動しましたけれども、お尻カキカキってするとどうなるかな。お尻タンタンタン、嬉しそうやなって気はするんやけれども、あ、どっか行っちゃう。尻尾ピン、あ、スリってやる。スリスリすんの。甘えたい気持ちはずっとあるみたいですよね。でも移動する。お腹見せたんでね、撫でるとちょっと嫌がるか。おもちゃはどうでしょうか。実は先端にね、羽がついてたんですけれども、取れちゃったみたいですね。棒だけでも遊んでくれてますよね。へそ天で遊ぶやんか、かわいいね。ホットカーペットの下にね、突っ込んでみたんですけれども、どうでしょうか。あ、ちょいちょいしてるね。先端がね、端っこから出てるんですけれども、ね、気にしてくれてるやん。あ、ホットカーペットの下が気になる。なんかめくっておるんですけれどもね。ちょいちょいして、かわいいけど顔見えへんな。じゃあ下から出してみろ、もう一回。どうでしょうか。ちょいちょいしてる。うん、遊んでくれるやん。近くにはね、兄弟猫のフックくんが見守ってくれておりますね。すごく仲良し兄弟かなって気はするんですけれども、あ、近づいてきてくれた。二人ともキジサビとは言ってるんですけれども、フックくんの方がね、キジトラの要素が大きいかなとは思うんですけれどもね。大ちゃんは半々かなって気はするんですけれども、ちょっとニャンコプロレスしたくなってない。今やめてって言ってるね。あら、すごい突っかかっていくやんか。フックくん遊びたいんやな。噛もうとしてない。めっちゃ噛もうとするやん。あれね、今猫パンチしたね。ダメだよそんなんしちゃ。兄弟なんですけれども、やっぱ男の子である福くんの方が大きいなって気はしますね。コロンってなっておりますけれども、ちょっとマウントしようとしてない。でもね、大ちゃんはずっとね、ホットカーペットの下が気になるようなんですよ、ね、ずっとめくってるでしょ。あ、潜っちゃったね。潜るの可愛いんやけれどもね、顔が見えないので出てくれた。よかったよかった。今回のお店は大阪地下鉄中崎町駅付近にある保護猫カフェキャットスペースさんです。また潜るかな。おもちゃで遊ぶ棒が好きなのかな。どうなんでしょうか。福君も間が気になる。この隙間が気になるか。ねえ、ぽっちゃりしててかわいいやん。結構遊んでくれますよね。ちょっとビビりな部分あったんですけれどもね、兄弟揃ってね。もうだいぶ人慣れしてくれてよかったわ。さあ、羽変えてみよう。この羽がついてたんですよね、棒に。遊んでくれるかなと思うと、この後ハプニングが起こるんですよね。福君が襲っちゃったんですよ。もう辛抱たまらんということで、にゃんこプロレスになっておるんですけれどもね。首を噛んでるんですよ。あ、マウントしてない？ねえねえ、マウントしちゃ、君たち兄弟なんですけれども、あららららららら、近親相関になっとるんですけれども、さすがにね、うまくはいってないなとは思うんですけれどもね、まあ、交尾ってこんな感じになるんかなとは思うんですけれども、大ちゃんの方がね、避妊手術は終わってるかなと思うんですよね。で、その気がないので、うまくいかないと思ってるんですけれども。
多分福君もね去勢は終わってるはずなんですけれども、去勢手術の時期が遅いとやっぱこんな感じで残るみたいですよね。踏んでない？それもうやめとこうね、兄弟でそれはダメだね。あ、踏んでるやんか。めっちゃ噛んでる。引っ張っちゃダメだって。ねえねえ、あ、大ちゃんは近所で遊んでんやけれども、なかなか面白い構図になってるんですけれどもね。大ちゃんがうーって怒ってますわ。引っ張っちゃダメだって。しつこい、しつこいねこれは。あ、ようやく話してくれた。ビビるさんでしょ。でも怒ったりはしないんですけれどもね、ちょっとしつこかったね。で、大ちゃんは何事もなかったかのようにねカキカキしておりますけれども、遊ぶ？やっぱホットカーペットの下が気になるか。あら、福君また狙ってない？もうダメやね。ふんふんによってお尻タンタンタンはどうですか？福君はどうやら諦めてくれたような気はするんやけども、大ちゃんはカキカキしとるね。ぽっちゃりボディで可愛いのにね、君は。うん、あ、まだ行く？あ、行かんかったね。さっき失敗しましたもんね。あれ、また行っちゃう？あ、噛むの失敗したね。でも、大ちゃん横になってるやん。あ、また襲われるよ。あ、でも猫パンチした。うん、これ以上やめろっていうことなんやろうけれどもね、まだ行っちゃうやん。あ、これで多分もう大丈夫かな。なかなか面白いもんが見れたなと思っておるんですけれどもね。福くん諦めた？というとね、潜っとりましたね。気になるんや。最後はね、棒で遊んでいこうかなと思うんですけれども、遊ぶやんな。ずっとこの棒で遊んでくれてる。いいよ、結構走ってるよ。立ち上がって遊んでくれたりとかしないかな。上の方で振っておるんですけれども、どうですか？立ってくれない、見てるだけ。あ、後ろから黒猫ちゃん、メゾン君がやってきて立ち上がってくれたね。まあこういうのもすごい可愛いんですけれどもね。福君は遊ばへん？もう福君もええか。ただ大ちゃんがね横通るとね押そうとするんですけれども、猫じゃらしはどうかな。あんまり見てない気がするな、猫じゃらしは。あんまりか。棒がええんかな。それにしてもね、2人のやりとりがとっても楽しかったです。皆様いかがだったでしょうか。大ちゃんも福君もとっても可愛かったですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェキャットスペースさんでした。